川上落として末吉もう一度下げます。やはりセットプレー怖さがあります SC 相模原です。末吉をここはフェイントから中さあ走ってきてヘディングシュート、同点に追いつきました。ジョン・ガブリエル、これで3試合連続。よし、富澤が開く、抜けてきた、富澤のヘディング、逆転相模原、最後はキャプテン富澤。今度はフリーキックになります。富澤が中央やや右寄り、さあどうだ、ニエのボール来た、やはりセットプレーから決めてきた。決めたのは稲本か。立ち上がり、やはり得意のセットプレー、半分以上このセットプレーから取っているという数字です。リーグ1位の数字。巻いてくるジョン・ガブリエル、ヘディング、ジョン・ガブリエルの前で富澤、富澤下がりながらでしたけども見事なヘッド。やはりセットプレーからでした相模原。梶山収めてエリアの中、シュートだ、よく止めた。中川もいますが末吉蹴りそうです。末吉が狙った、当たってましたので引き続き相模原のセットプレー。藤崎、三重川、あーと中段まだ、お抜けるチャンス、シュートだー、末吉ダメ押しのゴール、相模原3点目。前線からのプレッシャー効きました末吉。